2010年第86回箱根駅伝極小枠谷踏切にて山梨学院大学陸上競技部は山梨学院大学の陸上競技チームである。1977年に総部1985年より協会育成クラブに指定。関東インカレ及び大学三大駅伝の常連校であり、男子は関東インカレ一部に属する。得意種目は 男子が長距離走中距離走競歩、女子が短距離走跳躍である。2016年より本格的にトラックフィールドの強化に力を入れ始めた。競歩では2011年の関東インカレで笹川智樹青野大地、長岩大輝の3選手で表彰台を独占するという快挙を成し遂げた。また、初めて、 アフリカ人留学生に門戸を開いたチームとして知られる。関東学生陸上競技連盟に所属。練習拠点と合宿所は山梨県甲府市にある。出雲駅伝では箱根駅伝のシード落ちにより出場できないこともある。全日本大学駅伝ではこれまで柔度の任意を経験しているが優勝は一度もない。箱根駅伝の初出場はテレビ中継開始と同じ年だった。 出場3年目にチームの主軸に留学生選手を起用し、箱根駅伝に新風を吹き込んだ。第68回大会で初優勝し、優勝回数は3回。初出場から6年目で優勝は、先週大学と並び最短体記録である。90年代には、早稲田大学と名勝負を演じている。第72回大会では、イエテボリ世界陸上マラソン代表だった。 中村祐治は4区で故障し、途中危険の浮き目を経験している。それ以降、優勝からは遠ざかり、成績の振幅が激しいもののシードを獲得する方が多かった。しかし、第93回大会で過去最低順位の17位に終わると、それから3年連続で最低順位を更新するなど、低迷した。そして第96回大会の予選会が17位に終わったことで、 初出場からの連続出場が33回で、途切れてしまったが、第97回大会の予選会では7位に入り、2年ぶりに本戦出場を果たした。ヘルシンキ世界陸上で銅メダリストの小形剛をはじめ、社会人になってから飛躍する選手も多い。近年では、付属高校でも強化に力を入れており、陸上部を分離した駅伝部として育成している。 男子は第64回全国高等学校駅伝競争、大会において初優勝を飾り、一貫した強化が実を結んでいる。ありがとうございます。